いやー、切なきすけだよ。今回は記憶少女でいきたいと思います。うわ、何こいつって、初見の方は俺思っとるだろうなこういうタイプの実況者であります。結構暴走系なのね。前回何だったっけな、ぐるぐる巻きにされた本の間で挟まっとった鍵を手に入れた。鍵開いてないところといえばあそこしかないでしょ。皆さん、そうです、ああいうぐるぐる巻きにした SM プレイを体感するような、体現表現するような本ですよ。っていうことはその間、ちょっと続きを話していこうかな。あれですよ、まあ俺はさ、前回に謎解いてね、ぐるぐる巻きになっとった本の間から鍵を手に入れたんですよ。この鍵はこの辺のどっかの鍵だったよな。でもね、本がぐるぐる巻きだったんですよ。そういう SM プレイをね、SM プレイを体現するような本ですよ。っていうことは、それで悪部屋っていうのはこういう SM 系のいかん部屋なんじゃないかなと思うんですよね。だからね、もしかしたらなんで、ね、SM プレイみたいな、そういうやばい部屋が出てきたときは、ちょっとモザイクかけさせてもらいます。うん、ここじゃない、ちょっとここからは見せられないよう的な表現が出てくるかもしれません。ちょっと怖いな、それにちょっと怖いな。あー、ここか。いや、やばいぞ。おお、ここ開いていいんか。そういうR18 できてけもん、出てこんよな。押しちゃいます。あら、 R18 どころか全年齢対象のような部屋が出てきてしまった。なんだ、よかった。モザイクかける必要ないな。なんかちょっとすいませんね、なんかゲームに合わせて喋りよったら、そういう SM プレイとか子供向きじゃないような言葉出てしまって、うん、ああ俺も良くないところ、うん、大きな段差があって奥に進むことができません。はいはい、そうですか。ああ、まだ鍵あったっけ、鍵まだ使ってないやつあったっけ。でもって、これな、大きな段差が、これぐらいの段差飛び越えろ。女の子でもあっても、ちょっとこれぐらいは生きれんちゃうかな。自分の身長よりは低いぞ、頑張れ。とりあえずこっちか。わあ、チュッ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 って、ネズミがの声が聞こえてきたよ。ドラえもんがおったらネズミって飛び跳ねとるわ。袋の中には黒い髪の毛がどっさり入っています。ああ、髪の毛、散髪したらその髪の毛捨てろよ。どんだけ大切に残しとんな。ズダ袋の中には人形の胴体部分がたくさん入ってます。胴体だけ集めるなよ、どんなコレクターやねん。マニアックにも大概にしろよ。はしごがあります。あらあら、このはしごってここに使うんじゃないかしら。めっちゃ近いな、おい、ちょっと待って、もうちょい違うところに隠すもんじゃないの。近くにありすぎよ。あー、これどうやったら進むんかなーとか考えながらこっち入ったら、あー、あるやん、はしごってなった。もうちょい工夫凝らそうな。あれ、なんでこの辺走れんのかわからんし、なんかあるし、出てきたし、人形、帰れ、私の人形たちに手を出すな。出せない。さっきの胴体みたいな触る気にもならん。今のは、あ、襲ってくるわけじゃないんや。なんでここだけ出してできんのだろう。よくわからん。人形の呪いでもかかっとんか。ダッシュできないというプレイヤーの。で、このゲーム最初からダッシュできんないよ、お考えだ。何かが落ちています。拾いますか。はい。また鍵です。どっか開いてなかったところといえば、あったね。あった。こっちにも下にもあるんやけど、こっちも開いてなかった。これが？あ、ここじゃないわ。ここは最初から開いとった。もう開いとったわな。その一つ前のこっち。あ、ちゃうん。じゃあ、先へ進んだパターンのやつですか。まあ、わかったけどな。まあ、先やろうなーって、お前か。こいつがおることを忘れとったな。
うっそだー、鍵開いてないところなんかあったかな。マジで思い出せないな。ああ、そうか、これな、あったわ。そうじゃ、小さな鍵ってドアじゃないと思ったらドンピシャでドアじゃなかった、ロッカーか。ああ、でもな、一つだけ言わせて、もしこのゲームに赤髪の怨霊の衆がおったら壊してくれるんよ。それ考えたらこの鍵っていうのはもしかしたら役に立たんかったかもしれんのよ。いいわけやけどさ、何が出てくるんや。小さな箱、え、四角い小石、え、なんそれなんそれ、どういうこっちゃ。うん、箱があってその中に四角い石って、これ絶対あれやし、こんなんどこで使うのかなんかわからん人の方がおかしいし。お前なんでしょん、あれ動かんかった、あれガチャって音せんかったね今回は。まあちょっと不安な音やけんない方がいいんやけどさ、剣も取ると見せかけてやうって放ってくるかもしれんのよな。こう後ろからプスって、でゲームオーバー。被害妄想やな、それは。とにかくさ、もう視聴者の皆さんはわかるでしょ、この四角い箱の使いどころ。ここだよ、ほら、よく見ると石石板のくぼみにさっき手に入れた四角い小石をはめ込めることができるそうです。噛んで噛んでしょる。はめ込みますか。もちろん、はめ込んだ石を動かすそうです。これちょっとワンっていうか前作でもやったんやけど、似たようなもんやったんやけど、迷路か、ちょっと時間かかるかもしれんな。時間かかったら多分早送りになるんでよろしくです。これによってなんかバラエティーやよってな、ボーナス思い出すな、こんな感じで。こんな感じだってか合わせてるボーナス思い出すわ。なんかさ、あるやん、壁に触れたら、ビリビリってなるやつ。あれやん、あれやん。ちょっと最近読みかけんけどさ、何年か前のバラエティーやよってな。なんかこれができたら、なんちゃらって。いろいろなんかゲーム系のものやって、クリアできたら賞金もらえる系のゲームとか、そういう番組あったしね。そういうにもあった。そんでなんかおもちゃにもなったな、そういう棒のビリビリのやつ。うん、え、何、え、ちょっと待って、これ時間制限とかあるパターン。何してるーとか言ってきやがったし、これむずいぞ、これ時間かかるぞ、やばいんちゃうんかこれ。多分こっちなんやな、こっちだと思うんや。なんか棒がビリビリのやつとか言った間になんかこっちじゃないんだなって思っとったり思ってなかったりしたんやけど、ちょっと迷路長いよ。めっちゃ長いやん、こんなビリビリ。あのゆっくり動かさなあかんのにさ、あのビリビリのやつはね、こっちは別に入るでいいんやけどさ。あ、じゃあ、あかん、これあかんぞ、これ絶対あかんぞ、こっちだけあかんパターンのやつや。あ、左のルートで違う道を通っていかなあかんパターンだった。もう一個で、あ、これ絶対あかんで、絶対あかんで、絶対黒いやつ言うてくれ。黒いやつ干渉してこんでいいやん。邪魔せんといて、もう。これができたら賞金もらえるんやん。もうちょっと邪魔せんかったらちょっといくらか分けてあげるけん、ちょっと邪魔せんといてよ。邪魔せんといて、多分こっち、多分違った。完全に違っとる。こっちかな、こっちか。ああ、もうなあ、邪魔するな。あなたは3度目と正直という言葉を信じますか。いわゆる1回目2回目ミスったけど3回目は絶対成功するよっていうことを言ったやつですね。俺はその3回目の正直を信じるタイプなんですよ。3回目の正直っていうのは信じる人 にしか来ないんですよ。つまり俺は信じているから、この3回目の正直という力を存分に発揮できるんですよ。だから今回はできるぞ、俺。できるぞ。あ、こっちじゃない、こっちか。あ、ちゃこっちじゃないな、俺。あ、え、こっちか。いやー、難しいぞ。3度目の正直があるんだ、でも。こっちには3度目の正直があるんだ。いけるいける。このままこのまま。お、近いんじゃん、ゴール近いんじゃん。こっちであっとんじゃん、あっとんじゃん。あ、あれ、ちょっとこれおかしい道じゃないかな。あ、これ、ちょっと、ぐるぐる待ってないかな。こっちじゃなかったかな。あれ、あー、やばいじゃん。戻れ。頑張って戻れ。ああ、間違えたわ。俺が信じとんはあれやわ。3度目の正直だけど4度目の正直だったわ。3回目はミスるんじゃ。つまりね、3回目はミスるのはちょっと必然的な行いだったんやな。そう。つまり、4回目の今回こそは必ず成功する。こういうことですね。4度目の正直だって3度目の正直と一緒やで。もう1回違うぐらいやけんな。あんまつうか、全然な、凄さには違いはないね。だからね、正直3度目でできたって4度目に勝てるとはそういうわけじゃない。というわけで、まあ、そんなわけで。あ、こっちじゃない、あ、こっちか、あ、こっちじゃない。いける。4度目の正直、ほんと来るぞ。いけるぞ。このまま、オッケー、いいよ。あ、こっち。これこっちだ、こっち。来るぞ。来た。4度目の正直。4度目の正直来ました。
あ、こっちが開いた。開かなかったらこっちが開いた。セーブセーブ、さっきセーブしよう。確か左側にカエルくんがおる、カエルくんが。カエルくん、カエルくん。ちょっと、あの、ビリビリのやつ。お前にもちょっと、賞金を分けてあげれば。賞金って言うても正直あれやね。4回目で成功したけん、5円しかくれんかったけん、1円しかあげんけどね、お前には。4円のしか儲からんかった。くっそ。あの黒いやつが邪魔せんかったら一発でクリアして100万円くれ、もらっとったのに。100万円もらっとったら俺ね、パソコン新しく買えるんですよね。それか、もうちょいいいパソコン。もうちょいまあ、いろいろ買うことはできるんですよ。ゲームとか買いますんでね。Wii U とかあるじゃないですか。プレステ4のお金も当てますよ。ジュズ？ジュズって読むんか。カズのジュズ。ディ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 ウルトラソウ。それビーズ。どうしてここが分かったけど、まあ、口調で分かるんやけどさ、誰なんか。あ、セーブしてくれるやつだったんや。どうしてここが分かったっけろつうか、なんでもお前がそんなとこ隠れとんかい、最大の謎なん。大きな壺。引き出しの中にはボタンや人形の目。ボタンと人形の目一緒にするな。ボタンさんに失礼やろうか。それともなんな、この人形の目っつうは服につけるんか、そういうんか流行っとんか。今は知らんわ、俺ファッションセンスとか疎い。え、なんなんだ、で電気つけて。ああ、通さない。私たちの友達のところには行かせはしない。ブロックブロックブロックブロッキングブロッキングブロッキング。なにこれ、なにこれ。通ったらあかんかったんやな。ひな祭りって思って通ったんやけど。お嬢様のおなーりーとかそういうんじゃなかったんやな。ああ、残念。じゃあちょっと時間の方もちょうどいいんで、この辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。